次はどこに行くの？みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。ペラペラの紙、メモにでも使っちゃう？あるかな。今日も一日頑張っちゃうよ。よいしょ。面倒だから早く終わらせちまおう。チャンスだよ。ダン！これでどうだい？ドーン！攻撃を維持するわよ。
オイラに任せといてくれよ。たくさん見つけてやるからさ。次はどこに行くの？ホルストさん、こんばんは。いらっしゃい、ソフィー。お、ソフィーじゃないか。ダメだぞ、こんな時間に外にいたりしたら。あ、ハロルさん。うわ、お酒臭。酔ってるでしょ。フフフフ、バレちまったか。そうだよ、酔ってるんだよ、俺はさ。もう飲みすぎだよ、他の人に迷惑かけちゃうよ。つれないな、ソフィーは。昔はよく遊んでやったってのに。ハロルさんって、俺の後ろをくっついてくるお前の姿、今でも覚えてるぞ。ちょっと昔の話でしょそれ。ハロルさんたら一体どれだけ飲んだの？いいじゃないか、酒くらい自由に飲ませてくれよ。おい、あれ見ろよ、時計屋のハロルだぜ。仕事もせずにいつもほっつき歩いてるんだろ。そうそう、サボってるだけかと思いきや、時計修理の腕も大したことないらしいぜ。へえ、親父は天才の時計職人だったってのに、どうして息子はあんなダメになっちまったかね。ちくしょう、どいつもこいつも親父と比べやがって。あ、ハロルさん、あんなの気にしちゃダメだよ。そりゃ親父と比べりゃ腕は未熟かもしれないが、俺だって、クソ。ハロルさん、何か悩んでるみたい。これまでハロルさんにいろいろ言ってきたの、悪かったかな。いらっしゃい、よく来ましたね。どの依頼を引き受けてく。なんと、ここまでやっていただけるとは。報酬は多めにお支払いしましょう。ありがとうございます。では、報酬をお支払いしましょう。ありがとうございます。では、頼みましたよ。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。それではまた。
なもの作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで平気かな。これで平気かな。よし、やってみよう。いいこと起こりそうな予感。よし、いい調子。うまくいってるよ。起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。これで平気かな。それじゃ一気に仕上げるよ。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。レベルアップ。足りなくなっ、どれを買っていく。これでいいん。ちょうだ。どんな武器を作りたいんだ。どの材料を使うのか教えてくれ。
つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。それじゃあ。何を作ろうかな。
おお。おお。こんにちは、エリーゼお姉ちゃん。いらっしゃい、ソフィー。また本読んでるの？ええ、そうよ。ねえ、エリーゼお姉ちゃんってどうしてそんなに読書が好きなの？そうね、想像もできない世界や自分の知らない世界を感じることができるからかしら。そっか。でもエリーゼお姉ちゃんって同じ本を何度も読んでるような気がするんだけど。同じ本でも読むタイミングが違うと印象も感想も違うのよ。どういうこと？恋が成就した時に恋愛小説を読むと胸が熱くなるけど、失恋した時に読むととても切ない気持ちになるの。そんな風に自分のその時の気持ち次第で本の感想も変わるのよ。恋してるの？例えばの話よ。なんだ、ちょっとドキッとしちゃった。同じ本でも2度3度と読むとその度に新しい発見もあるの。あ、それはわかるかも。難しい本とか特にそうだよね。でしょ？なるほどな。新しい商品を仕入れてみたわ。ソフィー、興味ないかしら？どれを買うの？これでいい。ありがとう。これでいい。ありがとう。またいつでも来てね。次はどこに行くの？よいしょ。さあ、始めるとしようか。いつも通りにやるだけよ。スキャリー、行くわよ。それ。てよ。任せて。せい。行くよ。もう終わりか。不完全燃焼だね。
プっちゃうよ。この鉱物、何かの金属が取り出せるかも。採取採取っと。いつも通りにやるだけよ。行くわよ。チャンスだよ。でよ。先に続くわ。ドーン。行くよ。当たれ。やっ。みんなお疲れ様。で糸ってどんなことに使うんだろう。いいものあるかな。たくさん取っちゃうよ。よいしょ。さあ始めるとしようか。せい。攻撃を維持するわよ。行くよ。当たれ。オイラが行くぞ。だ。でよ。もう終わりか。不完全燃焼だね。今日も一日頑張っちゃうよ。採取採取っと。たくさん取っちゃうよ。よいしょ。頑張っていこう。おう。隙あり。行くわよ。はーい。とりゃ。せい。もらった。当たれ。やっ。チャンスだよ。とりゃ。いい汗かいた。面倒だから早く終わらせちまおう。完全燃焼だね。面倒だから早く終わらせちまおう。この戦いが終わったら
オイラは隙あり。せい、それやったね、勝ったよ。採取採取っと。いいものあるかな。メモにでも使っちゃう？何が取れるかな？落ちてきたね。いつも通りにやるだけよ。この戦いが終わったら、オイラは飛んでけ！あだな！さあ、行くよ！はい！オイラの負けだ！練習通りにやるだけよ！行くよ。えい！やったね、勝ったよ。なんだか強くなった気がするよ。植物のためにオイラは強くなるのさ。この経験次に生かさないとね。これって植物だよね。オスカーに聞いたら何かわかるかな。たくさん取っちゃうよ。さて、どこに行こう。相変わらず人がいないな、このアトリエは。あ、ハロルさん、また冷やかしに来たの？いや、今日はそうじゃない。お前に仕事の話を持ってきた。弾丸に仕込む火薬を用意してもらいたい。火薬？種類や質は問わない。とりあえずたくさんあればいい。うん、分かった。でもこれまで火薬ってどうやって調達してたの？商人から買っていた。ふーん、じゃあどうして急に私に頼もうって思ったの？大したことじゃない。
カンコドリが泣いてるアトリエに仕事をくれてやろうと思っただけだ。便利屋のお前にはちょうどいい仕事だろ。便利屋じゃなくて錬金術師だよ。まあどっちでもいいさ。ある程度揃ったら俺のところまで持ってきてくれ。それじゃあな。もうハロルさんとは失礼なんだから。でもひょっとして私のことを気にして仕事をくれたのかな。そうだとしたら期待に応えるためにも頑張らないとね。記憶が戻りました。知識の大釜についてです。本当？ついに思い出したんだね。ねえ、知識の大釜ってどこにあるの？残念ながらそれはまだですが、知識の大釜がどのようなものなのかは思い出しました。私、知識の大釜が何なのかすらよく知らないし。以前、私たち錬金術師は素材が持つ願いを叶える手助けをしているという話はしましたね。ああ、うん、覚えてるよ、一応。知識の大釜は素材が持つ願いの力を増幅させることができるという道具なのです。結果、本来錬金術師自身が加えなくてはならない力を軽減することができるようになるのです。素材に力を加えるという工程は本来才能に左右されるもの。しかし、知識の大釜を使えば、その才能を持たなくとも錬金術を行使しうるということです。よくわからないけど、つまり知識の大釜があれば誰でも錬金術が使えるようになるってこと？その通りです。そしてすでに錬金術が使えるものであれば、より高度な錬金術が行使できるでしょう。なるほどね。それにしてもプラフタ、プラフタってなんでそんなに知識の大釜に詳しいの？いくら昔錬金術師だったって言ってもさ、知識の大釜って伝説のような道具なんでしょ？あ、そんなことですか。簡単な話です。知識の大釜を作ったのは私ですから、詳しくて当然です。つい先ほど思い出したばかりですが。あれ、そんなすごい道具を作っちゃうなんて、プラフタってもしかしてすごい人だったりする？さあ、それは分かりかねますが、きっとすごい人だったのではないでしょうか。
さり言うなあ。あ、プラフタ、もう一つだけ聞いてもいい？プラフタってなんで知識の大釜を作ろうと思ったの？それだけすごい道具なんだもん。やっぱりすごい理由とかがあったりしたの？それはなんででしょう。すみません、まだ思い出せません。そっか、残念。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これでいいかな。よし、始めるよ。うん、いいね。悪くないかも。そうなるんだ。うん、いいね。これでいいかな。それじゃ、一気に仕上げるの。できた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。はーい。邪魔をする。フリッツさん？あれ、私フリッツさんにアトリエの場所を教えましたっけ？ホルストから聞いたのだ、ソフィー。君は錬金術師だそうだな。まだまだひよっこですけどね。ほう、喋る本とは珍しい。プラフタを見て驚かないなんて。フリッツさんって錬金術について詳しいんですか？詳しいわけではないが、旅が長いからな。少しぐらい珍しいものを見てもそう驚きはしないさ。へえ、そうなんですね。ところでソフィ、君を錬金術師と見込んで頼みがある。用意してもらいたいものがある。構いませんよ。何ですか？人形に使う糸だ。専用のものが必要なのだが、どうもこの町では手に入らないようだ。私は人形師、人形劇で生計を立てている。だから糸がないというのは死活問題なのだ。わかり
りました。任せてください。すまないな、手間をかけるが、完成したら旧市街にある私の家まで持ってきてもらえるだろうか。はい、持っていきますね。頼んだぞ。それでは私は失礼しよう。人形劇か、いつか私もフリッツさんの人形劇見てみたいな。そのためにはあなたが人形のための糸をしっかりと用意して差し上げなければいけませんね。うん、頑張って作らないとね。作ろうかな。どの材料を使おう。それじゃ始めよう。これはここっと。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。うん、いい感じ。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。人形の糸を作ってきましたよ。そうか、では見せてもらおう。これなら実用に耐えるだろう。あの本は君のことをひよっこだと言っていたが、なかなかどうしてできる錬金術師じゃないか。褒められちゃった。とにかくこれで人形劇をすることができる。感謝するぞ、ソフィー。お役に立ててよかったです。もしよければ今度私にも人形劇を見せてください。あの、君は人形劇に興味があるのか。
たことないので一回見てみたいなって。そうか、人形劇を見てみたいか。それはいい、ぜひとも見るべきだ。フリッツさん、人形劇は素晴らしいぞ。脚本家が作り出す緻密に計算され利口の妙が凝らされた物語、そしてそれを引き立てるは人形の所作により感情を表現する人形師の職人芸。その二つが合わさった時、人形はあたかも生を受けたかのように観客を魅了するのだ。ぜひ一度は見せてやらないといかんな。フリッツさんって人形のことになると人が変わるな。我ながらプラフタに書き込むのも手慣れてきた気がするよ。そうですね、ソフィーにはだいぶお世話になってしまっています。こっちだってプラフタにはお世話になってるんだから、お互い様だよ。ソフィー、また一つ思い出したことがあります。過去の錬金術についてです。過去って500年前のこと？はい、500年前は各地で様々な錬金術の研究が行われていました。かくいう私もアトリエを設け研究に勤しんだものです。わかるかも。プラフターって一人でアトリエにこもってずーっと研究してそうだもんね。いえ、確かおぼろげですが一人ではなかったような記憶があります。え、そうなの？誰かと一緒に研究してたんだ。はい、詳しくは思い出せませんが、とにかく少なくとも500年前から錬金術は研究されてきたというわけです。へえ、錬金術って結構由緒正しかったんだね。プラフト、前に私に聞いたよね。私が錬金術をやるようになったきっかけは何かって。昔の研究について思い出したなら、プラフタが錬金術をやるようになったきっかけ教えてもらえないかな。秘密です。ん？秘密って
ってことは思い出してはいるんだね。秘密です。どうして隠すの？いいじゃん、教えてよ。ねえ、秘密です。それでは失礼します。